はい、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。いつも YouTube ご視聴ありがとうございます。前回出した動画では、えー、バイデンが、えー、ウクライナという国でですね、はい、あのー、これまでの不正を暴露されたというお話をしましたと。はい。で、彼は、えー、20数年間にわたってウクライナで ある意味地元のウクライナ人からすれば悪事の限りを尽くしてきましたですので今回の不正の暴露は、まあ、その当然の報いだと思いますでまあバイデンを含めたディープステートがウクライナで何をやったのかそれが、えー、来年1月6日、えー、ワシントン DC で何が起こるのか ということを占う上で非常に重要だと思うので、今回一本動画を作らせていただきました。えー、題して、えー、2021年1月6日、DS がアメリカ人に牙を剥くという題でお届けさせていただきます。はい。前回の動画にでお伝えしたようにですね、えー、バイデンはまあ、ウクライナ不正疑惑が 暴露されて、まあおそらく彼の政治生命はこれで終わったと思います。ただ、だからといってですね、これからトラさんが次期の大統領に就任して、万事ちゃんちゃんと、 ハッピーエンドで行かないだろうというところが難しいところです。え、おと、バイデンをバックアップしていたディープステート軍団はですね、まあ、えー、彼らにとってはバイダーを捨てて、まあ次の人を立てればいいだけの話で、彼らは引き続きトラさんを大統領にしないように、頑強な抵抗を 続けていいくと思いますその辺をですね、えっ、ー、と、2004年と2014年のウクライナで起こった、えー、歴史故事をもとに、私なりに、えー、予測をしてみました。はい。まあ、こちらがディープステート全体のまあ、えー、まあ、勢力図なんですけれども、まあ、ここにも見るように、別にバイデンは、えー、代わりがいっぱいいるわけです。あの、本丸はもっともっと別なところにありますが、ここで大事なのは、 CIA と NATO ですね。えー、ウクライナで起こったことを、ええー、まあ、知る上で、この二つの組織は非常に重要です。で、まあ、さっきも言ったように、まあ、バイデン爺さんの政治生命が終わった、イコール、ディープステートが終わったというわけではないと。はい。彼らが自己利益を中止、追求するのは今後も続くでしょうと。はい。で、来年1月6日以降、まあ、ほぼ確実に、 アメリカ人同胞に対して牙をむいてくると思います。えー、はい。来年1月6日、言うまでもなく上院下院のジョイントセッションがワシントン DC で行われる日ですと。で、その日おそらく史上空前のトランプ支持者が集まる、はい。でも、えー、になると。で、まあ、 それ何人来るかというと、まあ予測では100万人とも150万人とも言われています。まさに史上空前の、えー、規模になると。で、当然、それに反対するまあブラックライブスマターのデモ、あるいはアンティファも集団で来ると思います。おそらく武装してくるでしょう。 で、その時、キャピトルヒルですね。国会議事堂内で何起こるかというと、まあ、鍵を握る男が、ペンス副大統領です。まあ、彼が、実は、隠れディープステートで、トラさんを裏切るんじゃないかというお話もありますけど、私は裏切らないと思います。はい。まあ、ペンスが、 まあ、まあ彼の言ってる演説の内容とかですね。はい。これまでの経歴とかを見たり、えー、する限りですね。おそらくトラさんを裏切る合理的な理由がないですと。はい。まあ、いずれにしろ、トラさんに有利な、えー、裁定をするにせよ、不利な、 え、ことをするにせよですね。もうどっち引いてもものすごい抵抗に合うことは彼も分かった上で信念を通すと思います。で、彼がトラさんを裏切らない場合は、当然トラさん一気に有利な選挙区になると思います。はい。バイデンがあの低たらくですし、まあ民意の盛り上がりを見ればそれは明らかだろうと思います。で、ここで問題なのは、DS は 自分が不利だと分かった瞬間、まあ、アメリカ国民に向かって多分すごいことをしてきます。はいで。彼らがウクライナでかつて何をやってきたのかっていうところをちょっと振り返ってみたいと思います。ウクライナという国はですね、その地理的位置ですね。はい。えー、アメリカと長年対抗していたソ連の一番いい場所にありました。 はい。今はソ連は解体してロシアになってきますけど、ロシアにとってこのウクライナを勢力喧嘩に置くことは、えー、黒海、海への、はい、えー、出口を確保するとかですね。それに、ウクライナ自体が非常に、あの、ヨーロッパとの通り道だし、それ自体が豊かな国ですし、はい。ここを取るか取らないかで、ロシアが世界帝国になれるか、あるいはアジアの 一国になるか、それだけ重要なわけです。なので、アメリカ、まあ特に NATO にとってもですね、ウクライナというのはぜひ、ロシアとの対抗上、勢力喧嘩に置きたい場所です。で、まあ1991年ソ連が崩壊しましたと。はい。そうすると、まあチェコ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、その辺の、えー、東欧諸国と言われたところが、まあ一気にユーロ圏、 EU に向けて、まあ、なだれ込んでくるわけです。で、当然、NATO も、はい、えー、東に向かって拡大していきます。で、今や、本当に、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバより、西はすべて NATO のに、えー、加盟しているような状態ですと。はい。ロシアになったらもう、このウクライナは絶対手放せない生命線という状態で、えー、2000年、プーチン政権が誕生するわけです。はい。 で、まあ、ああの、まあ、あガチで、NATO、アメリカと対立するわけです。で、2002年頃からですね、当時はブッシュ政権でしたね、子供ブッシュの方ですね。はい。で、 あの、その時点でディープステートが、まあ、ウクライナで新米政権を樹立するために、選挙工作とかセロン工作に本格的に参入して、まあ、ものすごい予算もつけて、はい、いろんなことをやるわけです。でその結果、2004年オレンジ革命、2014年ユーロマイダン革命という、この DS 主導の、まあ、政権転覆劇みたいなのを2回起こしています。 その2回ともやられたのが、この、ヤヌコビッチ大統領という。まあ、私は、ウクライナのトラさんと呼んでいますと。彼こそ、えー、ディープステートと10年以上戦い続けて、今なお、はい、戦っている男です。彼は、ウクライナの東部ですね、ロシアに近い地域で誕生しました。おそらく彼は、ロシア語を母語として育っているはずですと。 はい。結構苦学をしたんですけど、結構地道な、あの、党の仕事をした上で、えー、46歳ぐらいで、えー、政治家を志しますで。52歳の時、2002年に初めて首,首相に就任しました。で2004年、初めて大統領選に参戦しますが、まあ、当然、ディープステートは、ヤルコビッチは、 あの、どちらかというと、ロシア寄りの人間だと思っていたので、えー、彼をトップに据えたくない。ということで、2004年、あの、オレンジ革命というですね、あのー、はい、大統領選で、ヤヌコビッチが、えー、僅差で勝ったら、なんか知らないけど、即即座に、もうオレンジ色の服を着た人がたくさんデモをするみたいなですね、えー、そういう動きになって、選挙はやり直しになりました。 で、次のやり直しの選挙でヤヌコビッチは負けて、はい、えー、のに下るわけです。ただ彼はそれで諦める男ではなかったです。あの、ポール・マナフォートというですね、アメリカ人の選挙コンサルを雇って、えー、リベンジを始めます。で、彼は、えー、まず首相に2006年就任します。2010年つ,ついに選挙で勝ち、大統領になりましたと。 はい。ただ今のトランプさんと同じように、任期中はディープステートの妨害を受け続けました。で、2014年ついにですね、ディープステートの仕掛けたユーロマイダン革命で、えー、で、ロシアに亡命しました。でも今、ロシアにいながら、いろいろ頑張っているようで、えー、先日、明るみになったバイデンの汚職告発も、まあおそらく動いて、彼が動いていると思います。 で、このヤヌコビッチがこのウクライナで、えー、まあ、これまで歩んできた DS との戦いの歴史というのが、まさにこのトラさんがアメリカでやったことと同じなわけです。大体、たえー、時間差10年ぐらいで、 トランプさんがヤヌコビッチさんの歩んだ道を再び歩んでいるということです。で、両人とも選挙コンサルにマナフォートを雇って、彼の力で、まあ大統領になったというところも、ええー、まあ共通しています。で、このマナフォートは DS に睨まれて、投獄されて、えー、この間トランプさんに恩赦で、はい、あのー、されて、まあ戻ってきたばかりです。はい。で、まあ、あのー、それからの歴史もですね、ええー、まあ、 ds に、あのー、妨害され続ける、まあ、政権運営の末、えー、ヤヌコビッチさんの方はユーロマイダン革命を仕掛けられて失脚をするわけですで。トランプさんはこれからです。来年1月6日、ワシントンで何が起こるか、おそらく運命の日が来ると思います。 はい。じゃあ、このユーロマイダン革命の時、えー、DS が何をしたのかって結構恐ろしいです。はい。で、デモの参加者は40万から80万名ですね。で、うちなぜか武装勢力が1万2000人いたようです。はい。で、まあ、死者は、 まあ大統領防衛隊を中心に100名とも800名とも言われています。なのでこれ流血の事態になったわけです。で、でも起こってから5日目、ヤヌコビッチ大統領がキエフを脱出してモスクワに亡命しました。で、その時 DS 側が何をしたかというとですね、まあ、スナイパーを手配して敵味方構わず撃ちまくって、 死傷者を出した挙句、まあ、大手マスコミを使って、ヤヌコビッチの警察がデモ参加者を殺しまくっているという宣伝を世界中にやりました。世界中の人がこれを信じましたというところです。はい。でこういう工作をおそらく彼らは来年1月6日のワシントンでもやると思います。はい。じゃあ、これが最後のスライドです。来年1月6日の運命の日以降、トラさんはどうなってしまうのか もし彼の運命が2014年のヤヌコビッチと同じなら国外逃亡となってしまいますが私は多分そうならんと思っています当時のウクライナと今のアメリカがどこが違うのかまず世界中の注目度が違いますリアルタイムで何十億人がこのあのハリウッド劇よりもっとドラマチックなあの政治賞を見ているはずです で、あとやっぱり今の時代はマスコミが世論をコントロールする、できる時代ではもうなくなりました。もういくらでも皆さんネットで、えー、情報収集もするし発信もするので、ネットを通じて真相が拡散するので、 はい。コントロールは無理ということです。で、現在、というかまあ、えー、去年12月18日から、えー、国防総省がバイデン側にその引き継ぎっていうのをストップしているので、機密情報をバイデン側にアクセスさせない状態で、今、トラさん側が、まあ、米軍動かしたりしているはずですと。はい。となので、基本、戒厳令をすればおそらくトラさんが有利なんだろうと思います。で、まあ、 いずれにしろ今ディープステートというのは断末魔に近い状態であろうと思います。そうなればなったで彼らは見境なく暴力を仕掛けてくると思います。はい。やっぱりアメリカ人、まあ国のために立ち上がってデモをしてっていう、はい、ことをする中でできるだけ死傷者が出ないことご無事であることを私は祈っております。ということです。はい。 今日もご清聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。さようなら。